アイテム番号 SCP-338JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル。すべての SCP-338JP はエリア8178の地下1000メートルに建造された高さ10メートル直径10メートルの円筒型の地下隔離ユニット内に固定されたアクリル製容器に保管し、ビデオカメラ、音声レコーダー、カント計数機、その他の別紙で指定した測定装置によって24時間体制で監視してください。シェルター内部への無許可の侵入は固く禁止します。いかなる異常事態にも対応できるよう、専門の対策チームがエリア、8178に配備され、常時待機します。SCP-338JP-00 を発見した、あるいは何らかの情報を入手した場合は、直ちにエリア、8178の SCP-338JP 研究主任まで報告してください。SCP-338JP-00 が発見された場合、適切な機動部隊が派遣され、収容任務に当たります。説明。SCP-338JP は TILOT 社の製品。と同じ外見のノック式シャープペンシルです。本体はオレンジ色で、ノックボタン部分に半透明の蓋と消しゴムが付属しています。芯の太さは 0.3mm です。通常のシャープペンシルと同様に、芯を入れることで筆記用具として問題なく使用できます。通常の製品との外見上の差異として、本体のクリップ部分に2桁のシリアルナンバーが小さく刻印されています。SCP-338JP はこれまでに99本が確認されており、シリアルナンバーに従って SCP-338JP-01 から99と指定されています。このうち3本が収容作戦中に破壊、2本が実験のため破壊され、残りの94本が収容されています。いずれかの SCP-338JP を用いて紙などに、これは、で始まり、シャープペンシルです、あるいは、シャーペンです、等で終わる文章を書くと、すべての SCP-338JP がその文章通りの性質を獲得します。英語で、This is a、で始まり、メカニカルペンシル、で終わる文章を書いた場合や、その他の言語で同じ構造の文章を書いた場合も同様です。2個以上の互いに矛盾する文章を書いた場合、存在している中で最も後に書いた文章のみが有効となります。性質の発現に際しては、質量とエネルギーの透過性に従い、必要なエネルギーに相当するだけの質量が SCP-338JP 本体から失われます。SCP-338JP 本体の全質量をもってしても賄えないほどのエネルギーが必要な場合、性質は発現しません。SCP-338JP が獲得した性質は、文章の書かれた紙を破く、燃やす、文章を消しゴムで消すなどして判読できなくする。文章全体に SCP-338JP を用いて訂正線を入れる。または SCP-338JP を破壊することで消失します。実験記録 338JP から、重要と思われる記録のいくつかを抜粋して示します。実験記録 338JP-001、日付2000、年、月、日。実施方法。SCP-338JP-01 を用いて、ノートに、これは常に微弱な X 線を発するシャープペンシルです、と書く。結果、すべての SCP-338JP が1500マイクロレントゲンパーアワーの X 線を放射するようになった。分析、想定通りの結果である。実験記録 338JP-003、日付2000、年、月、日。実施方法。SCP-338JP-01 を用いて、ノートに、これは常に微弱な X 線を発するシャーペンだぜ、と書く。
結果、すべての SCP-338-JP が1500マイクロレントゲンパーアワーの X 線を放射するようになった。分析、語尾の細かい違いは許されるようだ。実験記録 338JP-005、日付2000、年、月、日。実施方法、SCP-338JP-01 を用いて、ノートに、This is a mechanical pencil that is that is radiating weak X-ray.1 と書く。結果、変化なし。分析、日本語でなければダメなのか、あるいは、メカニカルペンシルで文を追えなかったためか。実験記録 338JP-006、日付2000、年、月、日。実施方法、SCP-338JP-01 を用いて、ノートに、This is a stinking mechanical pencil.2 と書く。結果、すべての SCP-338JP が草卵臭を発する。周囲の空気中から硫化水素が検出された。分析、やはり日本語である必要はないらしい。ただ、文の始めと終わりを揃える必要がある。実験記録 338JP-007、日付2000、年、月、日。実施方法、SCP-338JP-01 を用いて、研究員がノートに、Das ist ein stinkiger Adrobleistift von Zdorai と書く。研究員はドイツ語を学んだ経験がなく、各文章の意味を理解していない。結果、すべての SCP-338JP が草卵臭を発する。周囲の空気中から硫化水素が検出された。分析、文章の意味を理解している必要はないらしい。実験記録 338JP-030、日付2000、年、月、日。実施方法、SCP-338JP-01 を用いて、ノートに、これはサイト、8181第1男子更衣室60番ロッカーの中にあるシャープペンシルです、と書き、第1男子更衣室に研究員を配置。結果、変化なし。分析、ロッカー内に瞬間移動すると予想していたが不可能だった。エネルギーが足りないのかもしれない。これで残りの SCP-338JP も一瞬で収容できると思ったのだが。実験記録 338JP-047、日付2000、年、月、日。実施方法、SCP-338JP-01 を用いて、ノートに、これは火を吹くシャープペンシルです、と書く。結果、すべての SCP-338JP が、ノック部分を押すと先端からアセチレンバーナー程度の火を出すようになった。SCP-338JP には一切の損傷は見られない。分析、SCP-338JP は危険な武器にもなり得る。厳重な保管が必要である。SCP-338JP は、研究員の私物であった SCP-338JP-41 が突如として懐中電灯のように発光するようになったことをきっかけに発見されました。詳細な経緯はホイ1を参照してください。ホイ1、2000、年、月、日、940頃、サイト、8181にて、研究員が自身の所有していた SCP-338JP-41 をノックしたところ、SCP-338JP-41 の先端部から白色光が発せられました。研究員がもう一度ノックしたところ発光はやみ、さらにもう一度ノックすると再び発光を始めました。その光波光束80ルーメンと、一般的な懐中電灯と大差のないものでした。この段階では、SCP-338JP-41 は、そのような装置を内蔵しないにもかかわらず、ノックすると先端が発光するシャープペンシル、としてアノーマラスアイテムに分類される予定でした。
SCP-338JP。41の発見から3週間後の2000年、月、日、エージェント、が、その日発売された漫画雑誌、に掲載された漫画、の作中、工作好きな少年が自身の制作物を紹介する場面に、そしてこれは、懐中電灯にもなるシャープペンシルだよ、とのセリフを確認しました。これを受け作者である、死に対する調査を行ったところ、同支度より SCP-338JP6 号及び該当箇所のネームが発見されました。この時、SCP-338JP6 号も、41同様ノックによって発行するという性質を得ていました。ネームをシュレッダーによって処分したところ、SCP-338JP41 及び6号は発行しなくなりました。故意に、プロトコルグラファイト338、SCP-338JP41 及び6号が収容された段階ですでに、収容された2本以外に未収容の SCP-338JP が多数存在することが推定されました。SCP-338JP の全てを収容するべく、研究員発案のプロトコルグラファイト338の実行が認可され、2000年、月、日、より実行されました。SCP-338JP41 を用いて、ノートに、これは GPS によって自身の位置情報を取得し、その情報を周波数、足す、自身のシリアルナンバー ×10、Hz4 の電波を用いて発信するシャープペンシルです、という文章を書いた上で、電波を受信して得た位置情報が示す地点に収容部隊を派遣しました。派遣先は全国各地の文房具店が最も多く、近くはサイト、8181内の、博士のロッカー、遠くはアスタナ5の民間人宅6にまで及びました。収容に際して、所有者が SCP-338JP の特異性を理解していたケースが4件あり、うち3件では所有者が SCP-338JP を使用して収容に激しく抵抗したため、3件すべてにおいてやむなく SCP-338JP の収容を諦め破壊しました。2000年、月、日、SCP-338JP-01 から、99について、破壊した3本を除く96本すべての収容に成功したため、プロトコルグラファイト338を終了しました。プロトコルに用いたノートはシュレッダーによって処分しました。ポイさん、2000年、月、日、0時0分。収容中のすべての SCP-338JP が突如として音声を発しました。音声はボイスチェンジャーを通したような高い声で、日本語によるメッセージを3回繰り返しました。メッセージの内容は次の通りです。なお、太字部分は他の部分より音量が大きくなっていました。見つかっちゃった。おめでとう。限定生産。博士の This is Sharp Pencil。7。を99本も集めるなんて、すごいね。博士もこれにはびっくり仰天だ。だけど、まだ終わりじゃないよ。なぜなら、もう1本残ってるからね。さあ、君は最後の1本を見つけられるかな。楽しもうね。これを受け、SCP-338JP が少なくとももう1本存在する可能性、及び、その所有者、おそらく、博士、が SCP-338JP を使用して財団の動向を把握している可能性が濃厚となりました。この未収容の SCP-338JP を便宜的に SCP-338JP00 と指定し、探索を続けています。機密保護のため、及び SCP-338JP の特異性の予期せぬ発言に備えて特別収容プロトコルが改定され、すべての SCP-338JP はエリア、8178に移管されました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録
またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。